はい。これもです。はい。通路って書いてあるの通路の方にもそうだけど。はい。通路ですよね。でも通路の方向は。ああ、そうです。わぁ、ちょっと待って、本当に、あ、でかいんだね。はい、おはようございます。今やりました。いや、今6時半からテレビやってる。あ、今日ですか。うん、うわぁ、あれ、そのまま寝ない。コンテとかって届いてます？え、さっきちょっと見ました。あ、そうだ。あの、これ宇宙船じゃないですか。うん、で旅してて、でみんなでこうワイワイやりながらこう旅してることありますよね。で結局それが実は昔のことで、そのテイさん落ち着けたいっておっしゃってたんです。だからそれが昔のこと で実は今一人で旅をしててっていうオチにしたいんですけど、そのまた一個先の本当の素の状態でボロボロになっちゃった状態で、すごく閉鎖的な場所で一人でいるっていうのはあんなかったりするんですよ。じゃあ、こちら。え、いや、なるかい。じゃあ、一応乾く、そういうつもりでいい。あ、いや、朝までにはならないと。朝って何時くらいか。いや、開けるまではいかないですよ。炭素がそうだって。いや、そんなことないです。みんな言うから。多分ですけど、2時とか3時くらいに超えられるような。よし、頑張って。よろしくお願いします。お願いします。カヒルっぽい。取れんの？取れます。じゃあこれ上着てる時はちょっと。そうですね。あれ降りれないよ、ここ。なんで？怖い。足訓練はだいたってなってて本当に良かったんで、でカメラ向きの目線っていうのをどうしようかな。あんまりずっとカメラ目線っていうのも気にしないでってもらって、もう決めたいサビの頭だったり強く歌いたいってところだけギュッてもらって、あとは空間に対して歌ってるって状態がいいかもしれないですね。用意スタート。そういうおちゃめな部分も。本番よーい。スタート。
ません。短くていいです。人で。はい、すいませんでした。人でなし。人でなし。人でなし。人でまだ続くよ。つられない？いやー、つられるな。つかだ。やったんで。ありがとうございます。ナイス。帰る。テレビとかあるし、頑張ってんの。ごめんね、お疲れ様でした。すみません、お先に失礼します。お疲れ様でした。ああ、いいのに、そんなに。どんな。ごめんね。すごい楽しかった。ありがとうございました。あれ、まさくんは？今、肩を持ってる。じゃあねカメラのこの辺りにぐるぐる回っちゃうんですよ、はい、だから回っちゃうのを追うんじゃなくて中心のちょっと下に。ヒヨシどこ行った？お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れです。お疲れです。よろしく言ってて。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一緒に48個までいいですか？48。頭がさ、もともとこういう頭だからさ、別に垂れ下がってるんじゃなくて、もともとこういう頭だって分かんないんだよ。買います。明後日、明後日は釣りです。あ、井上さんなんですか。王子お疲れ様です。宇宙選手王子、先に失礼いたします。
ました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今やっと終わりましたね。タナさんとお仕事するのは初めてなんですけど、かなり感激しました。うん、いい感じで。スプレッドフィーバーってことで始めた自分にとってはすごい新しい、素晴らしいクリエイターの人と出会えた。うん、やっぱりパフォーマーだなっていうのと、こうカメラの前に立った時のそのね、瞳のこうグッてこうブルルってこうちょっと光るじゃないですか。うん、あの辺見てると、ね、本当に真のパフォーマーなんだなと思っちゃうんですけどね。タンさんの何でしょう、あの絵作りにすごくと、あとなんかこの会話の中で感じるなんか人柄にすごく共感を覚えたっていうのがすごく収穫だった2日間です。あとね、スペーシーっていうのが今回、まあ、テーマであるんですけど、ガチャガチャした獣のような、あの肉食動物のメンバーが揃うと結構ヘビーな撮影だったんですけども、僕は結構エネルギーをもらえてとても楽しかったです。映像でいろんなスペーシーってあるか、映像は結構いろんな他のアーティストの方の PV とか見てたんで、でこだわりがあるってことも結構聞いてたんで、すごいこううるさい人と神経質な人を想像してたんだけど、ミュージックビデオでこう見るスペーシーさの中では笑った時のキュートな感じがなんかこうとても和ませてくれるのと、やっぱ何よりでも抽象的な会話をしてる時とか、ああこれはこうだよねっていう話の言ってくれることが結構抽象的な言葉とか絵柄とかで結構共感しちゃうのですごくやりやすい。まあ見たことない映像がいくつか出ると思うんで、もう成功か。これからタンさんが編集に入られるので、結構今回はもうテイストとか細かいこと僕言わずに、タンさんテイストっていうのをで料理してもらえたらいいなと思ってるんですけど、ありがとうございます。頑張ります。よし、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。うわ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 、まだもうすでに。おはようございます。あんまりテンションが取らない感じじゃない。ちょっとカメラ回ってるかもしれないけど、暗くした方がいい。